なんとだらけのあなたの部屋にこうして訪れる時が来ると思っていた。招いた人はまだ私だけだと、はにかむような眼差しで打ち明けられた。秘密のベルに包まれた素顔覗けるようなそんな気がした。胸が震えてしまうの。鍵を閉めないでお願いだから、大人びて見えるあなたが少し怖い。